やろ YouTube イエース不動産の日本仕事沢茂です。さて経営編、今までね不動産の購入編投資編ってこうどんどんやってきましたけれども、マネージらしいからどんどんやってきました。そして経済的自由を手に入れるための株式ではないね、元手がないとできないんじゃない、元手がなくても一通りできる、まあそれでもね、まあ少しか元手かかりますよ、それは不動産ですという話を散々今までしてきました。はい、そうですね。そして今日はとうとうこれの経営編、管理会社の付き合い、管理会社様とのこの付き合い方っていうところまでね今日来ましたんで、ここを説明していきたいと思いますね。はい、まずね、不動産っていうのはもう全国あまねくもうそこに仕組みが整ってるわけです。自分でビジネスの仕組みを作らなきゃいけない、これ大変ですよね。でもどの町にもどんな過疎地にももちろん東京にももう不動産管理会社っていうのがいて、そこを自分の物件をお任せすることができるってことなんですね。お任せできるってことは自分が常にそこに張り付いてなくてもいい、つまり自分の時間確保できる。多くのビジネスは自分の時間を費やさないといけない、自分の時間がね、お金に比例してだんだん減っていくって、まあ、こういうパターンなんですけども、それがこの不動産の場合には管理会社がね全部やってくれる、まあ、全部って言ってもね、なんかオーナーさんすいません、なんだクーラーが壊れたんで変えてもいいですかとか、ね、そういう電話はかかってきますよ。それとかね、ちょっとトラブルがあってこういうのご報告したいんですけど、そういうのはかかってきますよ。そういうのはかかってきますけれども、不動産会社との付き合い方、これをねマスターしておくといいんです。で、不動産会社とのメカニズムっていうのは前回ね説明しましたんで、まあ、そっちの動画の方をご覧ください。さてこの不動産会社との付き合い方ね、いい風に付き合いたいでしょうね。不動産会社とね毎日喧嘩してたら大変ですよということで、そのコツについて今日はね実際の、行動やそういうやり方について説明していきたいと思います。この動画面白いですよ。さて不動産担当者、できればね社長と仲良くというのは当たり前ですね。でもねこれ案外できないんですよ。なんでかっていうとね、オーナーがこういうマインドの人失敗しますよ。オーナーが俺の物件を管理させてやる、やってるんだね、俺がお金をね管理料管理手数料 5% も払ってんだ、確かに 5% は痛いですけれども、その 5% も払ってやってるんだからね、お前は管理して当然だってですね、そんな風にこうオーナーがね、別にこのひげ生やしてなくてもね、そんな怖いオーナーが来たらどうですか、あなた不動産管理会社の担当だったら嫌ですよね。ということでね、不動産会社の管理が管理のその特に自分の物件の担当者ね、まあまあ一人でやってるとこ以外ね、大体担当者が決まってますんで、その担当者の方とは仲良く、じゃあどうやって仲良くするのかってね、これはもう一人ね、いつも電話なんで、大体電話です。まあ、メールでね、向こうから報告来たりやったりすることも当然、証拠を残したいときあるんですけども、ちょっとね、気がついたときに、いろいろお話を聞いてもらいたいっていうかね、言っておきたいっていうときに、電話なんですけども、その電話、ね、もうね、よく言いますよね、営業マンが、コールセンターの人が、実際にこっち側で笑いながら話しかける、口角を上げながらね、普通にこうやって話すのとこうやって話すのでね、全然ね声色が違ってくるんですよ。そんな些細なところも気にしながら、だから自分の本心が相手に伝わってしまうってことなんです。なので自分の本心をちゃんといいマインドにしてね、このね、また最後にも言いますけれども、その管理会社の人を勝たせてあげるって言ったら失礼ですけど、そのくらいの気持ちで、管理会社の人にねいい気分で働いてもらいたいっていう、そのマインドを持ってね、自分を整えてから電話してください。そういうのね必ず伝わっちゃいますね。そしてできれば社長と仲良く、まあどっかね、田舎の方はだいたい中小企業のなんとか不動産っていうところが管理してくれたりしてますんで、そこのね従業員がね、まあ、多くても10人とかそういうような管理会社の方とお付き合いをするんですけども、その社長とねできれば、なるほど、オーナーの沢さんですねと。で、その社長からの、もしくは社長じゃなかったとしても、その社長の次くらいの担当者の方と通過になっておけば、その担当者の方もね、そういうことですね、ちょっと私は聞いてませんけれども、その社長とかそのスーパーバイザー的な方とそういう話になってるんでしたらって言って、こう話が早いので仲良くしていきましょうね。そんなの分かってますよってね、なかなかできないんですよって。だその仲良くする一番の方法は、次これちょくちょく連絡するってことなんです。人間はね、単純接触効果っつって、もう1回で1時間電話すると嫌がられますけれども、この例えばね3分くらいの電話を30回くらいかけるとね、そっちの方が親しくなるっていうね、この単純接触効果っていう心理学のやつがあるんですけども、そういうのをちょくちょく連絡情報交換、そうするとね、
あの物件の沢さんだ。私、いつも電話さかけるときはですね、どこどこの何々物件の沢ですって、ね、その時にどこどこの何々物件のひげの和服の沢ですって言ってもいいんですけどね、まあ、そういうことは特に言わなくてもいいですけど、そうするとね、もう向こうがね、沢って誰だっけってね、まあ、思わないで済むわけで、ああ、あの物件ねと、私が行って、あそこで面倒見てあげてるあの物件ねってね、すぐ分かるわけです。なので、そのどこどこの何々物件の沢ですと、ああ、ね、気の利いた方だと、あ、ちょっと担当者に変わりますんで、なんてなりますけれどもね、担当者に変わらないで、その人が受けてね、すいません、分かりませんでしたなんていうパターンもあるので、まあ、できたらね、担当者に変わっていただくか、本当簡単なことだったらこと付けしてもいいんですけど、そうやってね、ちょくちょく電話する。そうすると、ああ、あの物件のオーナーさんは、よく電話かけてくる人だと。ね、そうしたらね、全然もう意思疎通の取れないオーナーさんもいる中で、あ、この社長さん意思疎通が取れる、我が社のためになってくれるっていうか、担当を大切にしてくれるって思って付き合ってるそのオーナーさんと、そうじゃないオーナーさんの物件、どっちに力を入れたくなってきますか？そうですよね、そんなのもう分かりきってます。ということで、そこね、もうその大企業でもひっきりなしにね、担当者が変わるようなところもありますけれども、そう、ほとんどのね、田舎の方はもうずっと同じ従業員の方がやってくださってるんで、まあ、そんな頻繁に変わらないわけですよ。ですから、あの人から電話かかってきたら嬉しい、あの社長から電話かかってきたら取りたくないわってね、場合によってはナンバーポータビリティで、この、ポータビリティじゃなくて、電話番号ね、表示されてる場合がありますね。うわ、取りたくねえってね、向こうの担当者が思ってるかもしれないんでね、オーナーの皆さんね、ぜひ注意してください。それでね、たまに行って、手土産、お歳暮、ね、手土産。もう私なんかね、手土産だって、ね、その毎回1000円とか2000円とか買ってたら大変なんでね、隣の自動販売機でポンポンポンで、なんかコーヒー、砂糖入りが2本の、まあ、ブラックの人もいるから3本くらいかなとか言ってね、こう買ってって、大体その事務所にね、こう何人くらいいるのかなって、分かりますよね。その人数分買っていくんですよ。こうしたらね、もうね、うわ、オーナーさん、あそこのオーナーはいいっていう話になるわけですよ。だってね、人間なんてね、そんなもんですから、それに、ね、実際自分も手ぶらで行くのよりもね、ちょっと気持ちいいでしょ、ね、500円とか、ね、600円とか、そういうコーヒー代をケチって、うわ、ヒゲのオーナーが来たらね、もう怖いし、気持ち悪いし、言ってること厳しいしって思われるよりも、うわ、なんか持ってきてくれた、私担当者じゃないのに持ってきてくれた、あれがあの物件のよく電話かけてくる沢さんねっていうことになるわけです。そういうふうな人間関係をね、構築していきましょう。そしてね、退去点検の時なんかも、これ毎回は大変ですよ。毎回は大変ですけども、その最初の1回とかね、何回とか断るごとにこう一緒に行ったりするわけです。これは何でかっていうと、退去点検っていうのはね、そこに実際に住んでいた方、が、こんくらい汚くしましたよ、こんくらいきれいにして掃除してますよとか、ここのね、部品なくしちゃったんですよ、で、ここにあったコンロ壊しちゃったんですよとかね、そういうのを、逐一、その担当者の不動産管理会社の方が、こう、チェックしながらね、やっていって、うわ、この部屋はね、汚いんで、もう、清掃費でね、帰ってくるものはないと思いますよとかね、まあ、その清掃費高くなりますよとか、まあ、物件によってはね、敷金から1ヶ月分焼却とか、そういうふうにしてるパターンもあると思うんですけれども、敷金っていうか、ね、最初にお預かりしてる金額でやってたりするんですけど、そういうのから引かれたりするので、それ、ちゃんと面と向かって、ここはこうなってる、こうなってる、はい、あなた忘れ物ありませんねっていうのをね、忘れ物あったらね、こう管理したりして、大変なんですよ、なかなか捨てられない。しね、どっかに預けとかなきゃいけないし大変なんで、もうこの部屋はもうきれいさっぱり、これで契約終了ですっていうのを、この退去点検っていうのをやるわけです。その退去点検の中に一緒に行くったり、まあ、例えばね、私の場合でしたら保険会社 その調査員というか、保険を請求するためのチームがあるんですけれども、そのチームの人にその何月何日退去なんで、こう一緒に来てくださいとかっていうパターンもあります。でそうするとね、その人が事故っていうのはたまたまそうなってしまったという形で、例えば壁に穴が開いたとか、そういうような保険聞いたりしますんでね、そういうところもオーナーが全額保なんていうかね、補填するんじゃなくて、その保険を使ってうまいことですね、これ保険正当な権利ですからね、その子にちゃんと保険を、そういうの全然使えない保険もありますよ、少額短期とかね、そういうんじゃなくて、つけて、やるなんていうのもね、ありますけど、その時に退去点検に一緒に行って、人間関係を構築するわけです。この物件の、私の物件の担当者とですね、そしたらその担当者の方は、なんていうかね、意思疎通ができるわけで、例えば、
この物件のデフォルトはこういう、ここに、次の入居者が来るときに、ここに説明書を置いておきます。例えばね、Wi-Fi 無料とか、漫画読み放題っていう場合は、こう、なんか、パスワードとかあったりするので、そのパスワードとかが書いた紙をそこに置いとくんですっていうのを、こう、ちゃんと伝えておけば、ああ、この物件の場合はそうなのね。あ、この物件の場合は基本 IH コンロなのね。この物件の場合は、上に、なんだっけ、火災報知器がついてなかったら、退去点検の時に見て大柄に報告した方がいいのねとかね、もういろんな細かいことがあるわけで、それを面と向かってその場で、まあ、退去点検つってもね、長くても20分くらいですよ、ね、そういうところに行って、まあ、人間関係を構築する、うわめんどくさいよじゃないんです。だってその物件何部屋もありますよね。何部屋もあっても場合によっては1ヶ月に1人から退去したり、新しい方が入ってきていらっしゃったりするわけですけども、その時に毎回退去電源とか現地でね、鍵とかカードキーとかパスワードとか入力してくださるのは誰ですかと言ったら、その担当者の方なわけですね。だからその方の精神的な負担が少しでも減るようにオーナーの意向を伝えておけばね、あ、私はちゃんとオーナーの言った通りやってるんだわって言って、精神的負担が減るわけです。そうしたら、うわなんかこれどうするんだろう、わかんないけども今決めなきゃ、うわって、あ、怒られたらどうしよう、でも今決めなきゃみたいなやってるその担当者、どっちが幸せですか。そうですよね。だからオーナーの意向をちゃんとお伝えするっていうのが実はすごい大切な行為なんです。だからそれをやるために、まあ、一番ね、時間をこうフェイスとフェイスで、この、まあ、例えば、退去点検の後、清掃を入れてくださいとか、その清掃した後に、ここに、100円ショップで買ってきた、ちょっと気の利いた緑の小物とか、匂いがね、いい匂いが出る、石鹸の匂いが出るやつを置いてくださいとかね、もしここ電気が切れてたら、この倉庫の中に、替えの電灯が入ってますんで、どうぞ取り替えてくださいとかね、これね、自分がもし、毎回行ってたらどうですか、大変ですよね。それをお願いできるってことなんですよ。でそれもね、過大なお願いをすると、その管理料上乗せなんていう話もあるんですけれども、大体管理料のね、範囲内でやってくださるんで、そういう意思疎通が大切ですよってことで、その時にね、特に見なきゃいけないのが、ここに書いてあるね、エルボとか、エルボって分かりますか、洗濯機の下にこう、こんなようなL 字型の、なんか、パイプみたいなのがあるんですけど、あれエルボっていうんです。不動産専門用語なのかね、まあ、賃貸業界なのか、そのエルボが、要は洗濯機をね、引っ越しの時持っていったでしょ、その時そこにくっついてってなくなっちゃうわけで。で、エルボがなくても私は別にいいと思ってるんですけど、エルボがないとクレームになる場合があるんですね、その入居の時に。だから、そのエルボまでが、エルボと排水口のところがつながっているところがオーナーの責任で、そのエルボに接続するパイプとその洗濯機っていうのがその所有者の持ち物だっていうことになるわけですね。それとか、あと、まあ、なんだ、クーラーのリモコンとか、電灯照明のね、リモコンなんていうのもありますけども、それがちゃんと当初の所定の数あるのかっていうのを、その入居の時に最初ね、確認するんですけど、それでもね、うわすいません、間違って引っ越しの中に入れちゃいましたとかあるわけですよ。その時にちゃんと請求できたり、あなたが引っ越し終わった後にちゃんと返してくださいねっていうのは、これ管理会社の仕事なので、管理会社にそういうのをお願いするんだから、リモコンがあるのかとか、あとね、コンセントのところも、コンセント丸ごとね、そこガバッて外して持ってく人いないんですけど、そこにどうしてもやむを得ず、その三つ股コンセントみたいなのを最初からオーナーがつけてる場合があるんですね。例えば換気扇のところなんか分かりやすいですけども、換気扇のところ、換気扇から来た電源が1個だけあって、換気扇しか刺さらないよみたいなところあるんですよ。でもそこに IH コンロも刺したいですよね。だってほぼ同じ場所にあるんですから、その IH コンロを刺すためにその三つ股のやつを置いといたりすると、その三つ股ことを持っていっちゃった時にね、まあ、どうせその三つ股なんか100円くらいなんで、その倉庫の中にいっぱい入ってるんですけど、毎回持っていかれるのもあれなんで、ちゃんと退去点検の時に見てほしいわけです。そういうのを自分がいない時でもできるように、こうマニュアル化してですね、あとルーターっていうのはパソコンじゃなくて、Wi-Fi 無料って、その Wi-Fi を飛ばしてる機械があるわけですよ。そこでルーティングっていう、まあね、TCP/IP の作業をやってるんですけど、まあ難しいことはいいですけど、そのインターネットにつなぐ機械があるわけです。それがね、丸ごとなくなっていたとか、そこのケーブルがなくてつなげられないとかっていうと、次の退去者の時に、またそれを買わなきゃいけないわけですよね。それ、誰がやるんですかって、オーナーがやるんですよ。それ大変ですよね。まあ、大変なんで、もうだからちゃんとここにこういうものが刺さって いる状態ですっていうのをこう確認してもらうわけです。で、これが、ね、
同じ担当者が毎回同じ物件に退去点検とか、その清掃の後のその入居者のやつとか行ったりする、あの入居者がね入る前にやっぱあの管理会社行ってちゃんとその物品が揃ってるのかとか、なんだっけ、網戸にも穴が開いてないのかとか、ここが汚くねえかとか、ここは動くか稼働するか、床がペコペコしてないかとかね、そういうのをね調べに行ってくれるんですよ。その時にすいませんオーナーさん、あれがないんですけどって、あれがないってそれ退去点検の時ありましたっていう話になるわけです。だから退去点検の時にしっかりと確認してもらうことが非常に重要なわけですね。というようなこと、あとそのねケーブル、それとあのテレビモニターっていうのは、あのピンポンってやった時にあの玄関にテレビのカメラがあって、それが室内でテレビモニターに映るようなやつがあるんですけれども、そういうのもねたまにあの丸ごとなくなっていたり、もしくはあのその電源のそのアダプターのとこだけなくなってたりするわけです。だからそういうのも確認していただく。で場合によってはね、これたまにあるんですけど、あの IH コールのでっかいやつ、それそのままね持ってかれるっていうかね、これあなたが入居する前からありましたよねって、それをそのまま持ってっちゃう人もいらっしゃるんで、それであの間違えたのか故意なのか分かりませんけど、そういう時はあのなくなったんでって言ってね、あの請求するわけですけど、こうあのね、またもう一回、まあ、いっぱいあるんで、そのまた付け替えるんですけれども、ね、大変なんで、そういうのだから何が定位置でどれがもともとあったやつのかっていうのをあのちゃんと説明して、その退去点検をやってくださる不動産会社の人ができるようにならなきゃいけないわけです。ということでね、これはここにある、これはここにあるみたいなのを簡単にこう写真撮って、その1枚のね、紙にしたようなマニュアルみたいなものを管理会社とね共有したり、その現地でね退去点検の時に一緒に行って、あの意思疎通を図るって、これがね重要なんです。なぜ重要か、最初に1回やっとけばその後ずっと聞くからです。つまりこれが時間的レバレッジですよね。だから毎回毎回やるのが労働なわけです。最初の1回だけやったら、その後自動的に動き続ける仕組みかシステム化っていうのが、これが、権利収入になっていくわけです。はい、ということでね、あとね、隠し部屋の鍵番号を教えてくる、意味わかんねえ、なんだ隠し部屋と。隠し部屋っていうのはね、あの物件って、まあ、20室とか、まあ、10室とかある、そういう集合住宅のを、まあ、想定してるわけですよ、ね、あのこれがあの区分マンション、区分一部屋だけだったら、あのもうその、ね、新しい退去者が、あの退去者が出てったら、また次の人が来るまでこう空室になってて、その間いろいろできるわけですけれども、次から次へとお客様がこう入れ替わっていくという中で、その消耗品みたいなのがいっぱいあるわけですね。例えば電球だとか、例えばその説明書を紙にしたやつとか、要は同じものを何十枚とかを準備しておけば、まあ、その都度ね、ここから取ってって、あの所定の位置に置いてくださいって言えたり、あのここ交換してくださいとか、要はそういう部品とかエルボとか、ちょっと水道業者がね、あのいらっしゃった時に、その部品、その水道のそのパッキンみたいなのとかが、こう、あるその物件に、集合住宅のところに一つあの倉庫があって、そこにこういろんなものが入ってたら便利なわけですね。例えばちょっとしたあの工具とかはそんな部屋の中に入れておけば、あの自動そのね、いざ直しに行くときとかも荷物持ってかなくて、その部屋のそこのでこう修理したりする道具を手に入れられるわけです。ということで、私の場合はですね、この隠し部屋っていうか、まあただの倉庫ですね、そういうのを物件につき、こう一つとか、まあ二つとか作ってるわけです。でそこは現地に行ってもね、あの自分以外普通の鍵だったらその鍵持ってないと開けられないので、その番号鍵にしておくわけですね。でその番号鍵は自分オーナーとその管理会社の人しか知らないようにしておけば、管理会社の人に例の、倉庫隠し部屋の方を開けていただいて、あの真ん中くらいになんとかが入ってますんでってね、もう写真撮って渡しとけばいいんですよ。あのそれで交換してくださいとか、そういうことが可能になるわけです。それとかオーナーが行かなきゃいけないんだけど、ちょっと行けないという時に、すいませんつって電話して、その隠し部屋のどこどこにこういうものがあるんで、それで対応してくださいとかね、結構ね、あの予想外のトラブルとかがね起きたりするんで、そのこの間もね、絶対壊れないはずのその電子錠ってあのピピってやるとガチャって開くやつなんですけれども、それがあの壊れ電池切れかと思ったんですけど、壊れてたんですよね。多分壊れてるって、もう治らない系の、もう全部取り替えないと治らない系 の症状が出てたみたいなんですけど、その時にね、その普通の鍵があのどこどこにあるんで、それで開閉してもらってください。だってね、入居者さん、それ電子錠壊れちゃったら、もう鍵閉められない家になってね、もう外出できないってなっちゃうじゃないですか。そういう時にも急遽そういうふうに対応していただけるっていうねのがあるんで、この隠し部屋をどっかにちょっとね、あの作るっていうのは、あの集合住宅の場合はおすすめです。そしてね、ここ重要ですよ。感謝感謝感謝ね、本当に自分の代わりにね、そこに現地に行って働いてくれて、自分の代わりにいろいろやってくれる、まあ当然そこに
ね、管理手数料っていうのは 5% とかね、払って 5% 高いですよと、ね、やってるんですけど、それは自分の自由を確保するための、まあ、必要経費なので払ってください。そしてそれをやってくださってるその方に感謝、感謝、感謝です。その会社に感謝、感謝、感謝です。本当感謝しかないですね。だから高いの、俺がお金払ってんだ、お前やって言う、当然だろうなんて言ってるね、人の言うこと聞きたいですか、あなた、聞きたくないですよね。ありがとうございますって言えば言うほど、言うことを聞いてくれるわけですよ。そして最後に、これが重要です。チャンスを作ってでも相手を勝たせる。そうですね。ね、普通の人はチャンスがあっても与えないんで、ちょっといい人は、チャンスがあれば相手に与える。違うんです。チャンスを、がないけど、ね、自分で自ら作って相手を勝たせるっていうね、こういう姿勢、まあ、じゃあ自分がね、どれだけ勝たせてるんだって言われたら、そんなに勝たせてないのかもしれないですけど、そういう姿勢が大切なんです。そういう姿勢、心意気が、その心意気で相手と電話したりやり取りをするから、ああ澤さんの物件いいなみたいな、じゃあちょっとね、他のところをおすすめするよりもこの物件をおすすめしようかななんてね、いう話にもなります。よ、はっきり言ってね、物件が埋まるかどうか、不動産業者がそこを進めるか進めないかだけですからね。だから要は進めても決まらない物件も進めないってことなんです。でだってね、人一人連れてて、分かった、じゃあ次の物件って言われるだけだったら、ね、行ってその物件紹介したって無駄じゃないですか。だからいかに自分の物件が紹介してもらいやすくなるようにするのかっていう、その仕掛けの方は購入編のところのね、いろんなところで動画でお話ししましたので、そちらの方をご確認ください。はい、ということで本日は不動産会社との付き合い方ということで、このようなね、内容について説明させていただきました。これを実践して、あなたも良好な、ね、関係を、まあ、どうしてもダメだ、不動産業者だったらね、これやっぱり変えるしかないですよ。その町に大体1つか2つか3つくらいね、不動産業者がありますんで、そちらに切り替えるなんていうのも必要ですけど、それについても前回不動産管理会社のメカニズムのところでお話ししましたので、そちらの方をご参照ください。それでは今回も楽しかったですか、皆さん。さて、ワクワクしてまいりました。さて、この勢いでね、あなたも不動産のオーナーになって、自分の時間を 100% 満喫できる。その、ね、満喫するというのはただ遊ぶわけじゃないですよ。自分の時間があればあるほど、この日本社会に貢献できる時間が増えていくわけです。そうです。あなたの本当の仕事は、この日本に貢献するくらい楽しいことを毎日一生懸命やる、その時間を、自由な時間を、あなたが本当にやりたいことをやるための時間を確保してください。それではまた、イエーイ。